どうも、真の森です。今、フェルナンドのサイド攻略で、ミュールジカの三頭狩りをやっているところです。即死できた。犬の発見待ちです。ミュールジカがもう一頭でクリアだ。オッケー、やっぱクラス級の弾丸だと早く倒せる。ちょっと気分を変えて赤島アジを狩りに来ました。意外と狩猟基準さえ合えばゴールドになるな。何気にサイドもクリア。他のサイドミッションの3は仮の、1は2もカウントされています。再びミュール狩り。
メスなんでノーカウント。ま、レベル上げだ。難易度的にもいい獲物だけど。あいつも仕留めておきたい。ニュールジカの難易度4ではダイヤに届かないのか。サイドもクリア。さっきのやつも回収。一撃で水流を仕留めるミッションがあるので、ここらでクリアしたいけど。水流凶暴だから怖い。ま、こっちは勝ってるけど。さっき一撃入れたやつかね。
さすがに一撃ではないです。はい。正面の一撃で、心臓やってゴールドなら、ダイヤは本当に高難易度個体の問題だな。さらに再度クリア。角かっこいいけど、どんなかな？大体トロフィーが分かってきたな。残りにはノトリを狩る。ショットガンだから一度に分かれてしまった。あと 0.2 でダイヤだった。グー。何気にこのミッション長時間かかっています。勢いのある時に買っておきたい。難易度3が必要なんかな。
逃げる獲物を狩るミッションです。鹿に殺される。ま、こっちは勝ってるけど。オッケー。夜間のアクシスジカを探してたら、ニョールに出会った。まず一匹目を死人。その直後に二匹目も死人に成功。たらちゃんと回収。オッケー。最後がなかなか見つからんかったけどクリア。この時点で、ピューマの痕跡を調べるミッションだけど、どうせ狩りも含まれてるだろうから、先に狩ります。当たったであろう。全然逃げない鹿発見。
報酬高くてありがたい。オッケやっぱり狩りも含めでクリアできた。今更だけど、双眼鏡で距離わからんと、ダメなことがわかったのでいいやつを買います。わけもなく、狩りは突然始まるのだ。ということで今回はここでお開き、お付き合いに感謝。次回もフェルナンドサイド攻略続けます。またのお越しを。